はい、どうもこんばんは、マーキルでございます。はい、ということでおはようございます。もうバチバチのお昼に撮っております。はい、ということで本日なんですけど、前回に引き続きテレワーク動画みたいな形になっていくんですけど、本日はですね、もうメインはゆうじくんでございます。まあこの辺りでね、ちょっとゆうじくんに関して情報が少ないということで、いろいろとねちょっと紹介していきたいと思うんですけど、まあ彼との出会いでございます。もう知ってる人もたくさんいると思うんですけども、たまにね、この人いつ入ってきたのみたいな瞬間があると思いますので、ちょっとそれを説明させていただくんですけど、まずあの子はガチのうちの動画のファンでございます。そう、うちのチャンネルが好きでみたいな感じの子で、まあ一回動画の企画でインスタの DM でこう会いたいっていう人が何人かこうちらほらいたんですけど、韓国に僕が引っ越した時にの時に、一人だけうちに呼んでもてなそうみたいな感じの動画の企画をやったんですよ。ちょっとビデオ通話してみましょうよ。はい、めちゃめちゃ呼び出してます今。ちょっと動画こんにちは。こんにちは。暇ですか。はじめまして。はじめまして。マキリと言います。マキリです。今どこいるんですか。今ですけど。めっちゃ近いよ。ちょっと今から家来ませんか。いいですか。あ、全然いいです。あ、全然いいですよ。1時間ぐらい全然いいですよ。全然いっちゃいます。全然こんにちは。じゃらーん。すごい恥ずかしい。めっちゃおもろい。それめちゃめちゃガチガチのやらせなしでやって、僕もすごい怖いなって思いながら動画撮ったんですけど、それで呼んだ子がリュウジ君なんですよ。マジでたまたまなんですよ。まあいろいろこういろんなね、まあ韓国に住んでる女の子だったり男の子とかもいろいろちらほらね、こう飲み行きたいですみたいなのあったんだけど、ユージだけ特別文章長くて、突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸にし、こんにちは、僕は韓国に住んでいる日本人で、うんって言います。突然すみません、マーキリー氏が韓国に来られてるということで、本当に単純に純粋な気持ちでお友達になりたくてご連絡させていただきました。すごいですね、ファンの人から友達になりたいっていうね。僕は韓国に来て6年目で、めちゃめちゃいい韓国いる。で、現在韓国でビートメーカー、まあ、作曲家ですねを目指して活動しているんですけども、最近マーキリー氏も DTM を始められたみたいで、そういった交流もしたいですし、韓国生活も大変な時あるでしょうから、そんな時ストレス発散に一緒に飲んだり遊べたりできる気軽なお友達になれたら嬉しいです。これを見てちょっと興味を持っていただけたら返信ください。本当に突然すみませんでした。ちょっと興味持った。作曲してるみたいなこと言ってたんで、まあちょっといろいろ話もつながるし、まあなんかそのインスタの投稿とか見てると、実際こう路上演奏とかいろいろやってて、あ、なんかちょっと信頼できるなみたいなところがあったんで、僕その時ユージ選んだんですけど、まあ実際会ってみると、まあいいやつだなって、まあ今だから言いますけどね、まあいいやつだったなっていうのがありまして、でそっからこう連絡とかをポン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 取るようになって、でそっからなんか蓋開いてみたら、あいつもともとプサンの方で、なんちゃらプサンっていうね、チャンネルやってたんですよ。あの、サランピじゃなくて、なんだっけ、ワボイソプサン。マジで今ぶっ飛んだ。ごめんなさい。ワボイソプサンっていうところに YouTube をやってて、で、編集とかもやってたみたいな。あ、そうなんだ。じゃあ YouTube とか好きなんだ。あ、YouTuber めっちゃ見ますみたいな。あ、そうなんだ、みたいな。っていうところで、ユージを入れました。まあうちでやってみないみたいなぐらいのノリでね、友達感覚のノリでちょっと入れたっていうような感じで、もう今もうずっとバーってもう続いてるみたいな。で、韓国ではまあ僕が韓国語を拙ない部分とかがあったりとかするんで、そういう時に助けてもらったりとか、これ借りたいとかカメラ借りたいとか、そういう時とか、まあなんだかんだでこう韓国ですごい助かってたから、こうユージとこうずっとバーってやってたんですけど、まあそんなユージくん、実はもう僕なんかよりも全然先にK-POP を知って、 K-POP を愛して、 K-POP 大好き人間なんですよ実は。で、それのきっかけになったのが、もう皆さんもご存知、ビッグバンでございます。まあ本日のタイトルになってますが、そのビッグバンとの出会いがあって、ユージがどうなってったのかみたいなののね、動画があるんですよ実は。あの先月の中旬ぐらい、3月の中旬ぐらいに動画撮ったやつが
ありまして、まあそれをゆうじくんからいただいたので、ちょっとそれをね、もうゆうじくんがビッグバンを熱く語ってる、もうなおさら今もうねビッグバン復活 YG 再契約っていう風になりましたから、今後ビッグバンっていうのがまたバーンって出るんじゃないかっていうことで、改めまして皆さんにもねビッグバンの素晴らしさっていうのをもう昔から大好きなゆうじくんが紹介してくれてますので、ぜひともご覧ください。ということでビッグバン大好き男ゆうじくんの VTR どうぞ。はいどうも皆さんこんにちは、ゆうじでございます。皆さん今日なんで僕一人でこんな今盛り上がってるかと言いますとですよ、なんとですね、僕の大好きなビッグバンが YG との再契約決まりました。本当にありがたい。正直不安だったんですよ。まあ皆さん分かってるじゃないですか、ビッグバンちょっといろいろあったんですけども、それでもメンバー4人で再契約が決まったということで、いや本当にありがたいんですよ、僕からしたら。マジで K-POP 好きになったきっかけでもあるし、僕にとっては本当に韓国で音楽やろうと思ったマジきっかけなんですよ、 K-POP。 まあ最初はね、まあこんなんですけどアイドルなりたいなとか思ってたり、ね、してたし、G ドラゴンに憧れて作曲も、まあ、こんなんですけど、言い出したわけですよ。はい。で、なんで、本当に僕にとってビッグバンでマジで偉大なんですよ。そのビッグバンがですよ、3度目の再契約になるということですね。2011年に1回、2015年に2回目の再契約をしているので、今回が3度目になります。まあ、この3度目で15年を YG と共にするような感じになると、まあ、メンバーはもう今4人になりましたけれども、まあ、ジオンと、ソウル、テアンですね。テアンとポップと、ディライト、テソンさんたちが再契約したということで、2020年に、カムバックをする予定だというふうに、YG の方から伝えていますね。ということで、本当に、僕マジでありがたいのが、まあ、作曲もやってるし、ちょっと夢っていうか、ビッグバンに楽曲提供とかめちゃくちゃしてみたいんですよ、本当に、この先。もう一度でいいから。なんで、で、改造しないのがマジで嬉しいですよね。まあ、そういえば、最近、そのアメリカの最大、ミュージックフェスティバルって言われている、コーチャラに出演が決まってたじゃないですか。なんですけど、まあ、また、のせいで、まあ、それも延期になりまして、またいつ復帰になるのかがちょっとまた曖昧なところではあるんですけれども、まあ、復帰をこれからねしてくれるということなので、本当に期待しておりますと。まあただそのビッグバンね、ずっとこう活動してきていろいろありましたけれども、約10年前には G ドラゴンのタイマー事件が一件ありまして、でもすごいですよ、その後に5枚目のミニアルバムのアライブで再起を果たしてますからね、成功してますから。 Wow, fantastic baby. これもまたすごいですし、あとはまあトップさんが軍隊に入ってからですね、発覚したのはまあ麻薬の事件が一個ありましたね。まあその後コッケっていう曲、花道っていう曲が、発表されて、各音源サイトの、チャート1位になっていると。やっぱすごいですよ、影響力っていうかビッグバンは。もうこれだけは本当にマジで、なんていうんかな、ちょっといろいろありましたけれども本当にありましたけれども、僕は変わらず応援していきたいなっていうところではありますね。はい、ということでまあライブとかあればマギースタッフくん連れて本当に一緒にライブ行きたいなって思います。マジで頼む、ついてきてくれ本当に。ということでこれが言いたかったんで、今テンション上がっておりますっていう、多分そんな動画でした。はい、ということで、まあ僕もね、ビッグバンは、うちの姉がめちゃめちゃ好きなんですよ。デビュー当初から追ってて、だからビッグバンの曲とか、もうビッグバンのメンバーとかは知ってたりとかするんですけど、まあそこまでこう、詳しくは知らないよと。まあどういう問題があったとかっていうのもちょっとずつしか知らないし、それでもすごいって言われてる理由っていうのが、まああの子の興奮ですごいわかりましたと思いますので、皆さんもこれでね、ちょっと、もうビッグバンのこと知らないみたいな、僕みたいにね、TWICE からしかこう、K-POP 知らないよみたいな人もいると思いますので、もうそんな人にこう、やっぱビッグバンの素晴らしさっていうのをゆうじくんが伝えてくれたと思います。ぜひとも、今後ともビッグバンの活躍
もう大期待していきましょう。ということで、こんな感じで K-POP アイドルとかもね、こう紹介できたらなって思っております。もう次回はちょっと改めてこう TWICE の素晴らしさとかね、こう僕がもう今だからこそできるね、ちょっと考えてますので、ぜひともお楽しみにしていてください。ということで、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方たくさん待っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。絶賛筋トレ中。どうもこんにちは、スタッフくんです。今日の動画を見てくれた方は、やっとマーキュリーさんとユージくんとの馴れ初めが詳しく分かりましたね。そしてユージくんの夢がビッグバンへの楽曲提供ということで、ユージくんの夢を応援してくれるって人はチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画をお楽しみに。